鍵山秀三郎は株式会社ロイヤルの創業者。創業以来続けている掃除が世間の評判を呼び、後に掃除運動が内外に広がった。NPO 法人、日本を美しくする会の創称者で相談役でもある。1953年に自動車業界に入る。当時の自動車業界は職場や社員も含め全体がそやで乱雑な面があり、 鍵山が就職した自動車部品販売店でも、一般ユーザーの来客などはほとんど期待できない状態であった。就職した会社で環境を変えなければダメだと感じ、まずトイレ掃除を始める。余計なことをするといじめにもあったが、職場や店舗をきれいにすると客層が良くなり、ディックミネ、森重久屋などの有名人も来店するようになる。 それとともに、従業員のモラルも向上した。当時の自動車用品業界は、雪が降れば、タイヤチェーンの価格を10倍、20倍にするなどの、不透明な販売方法が主流であったが、鍵山はそうした体質に反発し、理想の会社を作りたいと考え、1961年に、独立し、イエローハットの前身であるロイヤルを始める。当時は、高度成長期で、 人手不足が深刻であったため、自動車業界へ来るのは、渡り鳥的な、荒れたものが多かった。鍵山はそうした社員の心を穏やかにしたいと考え、自ら態度で示す方法として、トイレ掃除を始めた。平日の掃除は、業務時間外の深夜か早朝になるため、夜中に、泥棒と間違えられ、警察に踏み込まれる経験をしたり、日曜には、 家族4人総出で洗車を行ったりした。それでも、簡単に社員の意識が変わったわけではなく、むしろ社員からは当てつけがましいと批判されることもあり、自発的に社員が手伝うようになるのは10年以上を要した。12年が経った頃に社員が自発的に掃除や洗車を始めるようになった。その後、掃除に参加する社員が少しずつ増えていく。さらに10年後には、 ほとんどの社員が早朝から洗車をしたり、会社と近隣の道路の清掃を始め、掃除をする、良い会社だとの評判が立つに至る。こうした経験から、鍵山は、凡事徹底を提唱し始め、物を整理し掃除することは頭を掃除することでもあり、無駄や汚れに気づくようになるとの考えを抱くに至る。社員の掃除活動は、その後、社外にまで広がりを見せ、 会社から半径2 5トルの道路、公園のゴミ拾いに始まり、10種類以上もある資源ゴミに細かく分類する作業にまで及んだ。さらに、ゴミ専用倉庫を建設したり、企業収益の一部を社会へ還元する動きにまで発展させる。1991年には、鍵山とその参同者35名による日本を美しくする会が発足。 掃除実践体である、掃除に学ぶ会は、その後、全国122カ所のほか中国、台湾、ブラジル、ニューヨークなど海外にまで広がり、マスメディアの取材も盛んになる。鍵山が、トイレ掃除をする際には必ず素手で行うが、その理由は、素手が最も合理的に便器を磨き上げられるからである。また、ドロドロの汚水も一度触ってしまえば嘘のように躊躇は、 消えるという。広島では暴走族の若者に、なんだ、勇気ないなとつぶやいたところ、負けず嫌いの彼らが競って、茶色く汚れた便器をつかみ、ピカピカになるまで磨き出したというエピソードがある。ホテル宿泊時にも洗面用具一式は持参し、備品は使わずし生活でもリサイクルを実践し、極力ゴミを出さないように努め、はがき用のボールペンは返信を使い一本のみであると、 いう。掃除は、会社の社風に、大きな影響を与えた。鍵山は、会社には、職務規定や、就業規定があっても、それらをしっかり読む社員などいない。社員は、職務規定に従って、仕事をするのではなく、社風に従って、仕事をするのであって、社風が向上すれば、自然と行動も良くなり、それが顧客への信頼につながると考えている。事実。 イエローハットでは、設立15年目くらいから客に認められ、評価されるとともに社員が自信を持ち発展の基盤が固まった。ABCDF 現代ビジネス鍵山、秀三郎イエローハット創業者から心が澄んでくる、掃除のやり方遠隔日本を美しくする会、ABCD 日本の社長株式、会社イエローハット創業者、鍵山秀三郎をただし、 便器には排泄物に由来する、病原菌が大量に付着しているため、素手で掃除を行うと感染症にかかるリスクがある。イエローハット公式サイト遠隔、株式会社システムジャパン公式サイト、鍵山秀三郎のプロフィール。ありがとうございます。